パウンドファー・パウンド1になりましたがやはり名前が1位だと思います。マジでバレエさんの考えを教えてください。いやいや、えー、っとね、俺が思うに俺の、えー、パウンドファー・パウンドのリストのランキングは1位、まあ、しく、まあ、もしくは、えー、クロフォード。俺の中ではクロフォード。だけど、えー、やっぱりね、クルーザー級、えー、4団体統一してしかも最も重いヘビー級に行って3団体のベルトを、えー、獲得する。で、俺は そっちの方が、クロフォードの実績よりもすごいと思ってるので、1位はやっぱり、ウシク2位が、クロフォード。3位が、井上かな。実績的には井上は、もちろんだって団体統一したわけでもないし、そうなんだけども、やっぱりね、あの、やっぱこの、想像だよね。こいつは、本当に、ちょっとやべえんじゃねえのっていう、この、イメージ。これもすごく、パウンドファーパウンドには俺は大事だと思ってるんで。うん。 それでやっぱり俺は、直オは、俺はサインなんじゃないかなって俺は思ってます。はい。やっぱり実績を抜かしたら、だってパウンドファーパウンドってただ、ただでさえ、もしもの話なんだよ。もしもの話をね、具現化していくのが、この階級超えっていうものになってくるわけじゃんね。なので、やっぱ階級超えて4団体統一してるとか、ね、まあまあ、まだ統一はしてないけれども、 一団体もちゃんとやっぱ統一する。ほんで、次の団体まで行って、ほぼ統一仕掛けるようになってるっていうやつらは、やっぱ評価するべきだと俺は思うんだよね。うん